女子ショートプログラム SP が行われ、エリザ・メータ・トゥクタミシェワ・ルジアがこれまでの自己ベスト 80.54 点を上回る 81.53 点をマークして首位に立った。冒頭にトリプルアクセルを決め、スピンもレベル4を揃えた。アリョーナ・コストルナやロシアが 78.61 点で2位。今季シニアデビューしたカミラ・ワリエワ、ロシアが 74.93 点で3位につけ、上位をロシア勢が独占。フリーは10日に行われる。